山本康弘、岡田阪神に連日の恩返しだ。また恩返しされたら岡田どうすんのこれ。なんか山本が阪神キラーみたいになってるな。なんか打てる山本すげえわ。山本ほんま使えるな。何で落ちてたんのこれ。連日の恩返しやん山本。マジで山本すごいやん。 W どんでんに嫌われて干されたんやろ。巨人出身の慶応やし。山本ようやっとるな。もったいないことしたかもな。山本はパンチ力もあるからな。使い勝手めちゃええのにな。守備も打撃も非対戦士レベルならば卒なくこなすと。山本はレギュラーが貴重な時の穴埋めにはちょうどいい。去年のシーズン開幕前あたり山本絶好調だったんだよな。実戦でトータル5割くらい打ってた。阪神時代も全く打ってないって感じじゃなかったよな。ビントギア枠として最低限は打ってた。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。